2人のティムでどっちが、もっとうまいか分かんないけど、僕たちも上行くから、なんか2人で他のなんか1個のチャンスを2人で戦って上に来てください。皆様こんばんは。さあ、というわけで本日は、ワールズ2017プレインランド、デイ3の模様をお送りしております。さあ、ここからはですね、改めまして実況を務めますアイデス、そして解説にはレボルさんとスペシャルゲストで、セロス選手にお越しいただいてですね、いろいろお話伺っていこうかなと思いますが、セロス選手、本日のランペイ戦2戦目見られましたか？はい、見てました。内容的にはですね、ちょっとまあ、パーフェクトゲームに近い内容で負けたわけですけれどはい。も、どう見てましたか？僕はそんなに心配してないですね。ランペイジが後半強い攻勢で、その相手が序盤強い攻勢だったんで、序盤のミスからスノーボールされてしまって負けてしまったんですけど、見た目ほどワンサイドゲームじゃないと僕は思っているんで、少し違いは序盤耐えしのいで、まあ、いつも通りの中段戦強いランページを見せて勝てることも全然できたと思っているので、僕は心配はしてないですね。僕がちょっと気になったのが、イドリマエ選手がラカンの W に対してトリスタナの W を合わせきれてないシーンというのがちょっと目立ったじゃないですか。そこにこう彼の緊張を感じたんですが、それについては瀬尾選手どう思いました？そうですね。正直緊張はすごいしてるなって見てて感じましたね。レベル1のボットのトレードと、あと、まあ、最初にラムネ選手がガンク受けてしまったシーンだとか、結構緊張から来るミスプレイなのかなっていうのが見てて感じたので、まあ、そうですね、メンタルを強く保って次の試合に臨んでほしいですね。やっぱり緊張していたと、それがもうプレーから見て取れるんじゃないかということですか。ちなみにここからまあ日本戦に入るわけですよ。そして対戦相手はフェネルバフティ1907ということで、どうですかね、もう一度その後半に強いドラフトするんじゃないか、それともなんかセロス選手から見てこういうふうにやった方がいいんじゃないかっていうのはあったりしますか？正直、序盤強い攻勢を選ぶか、後半強い攻勢を選ぶかっていうのは、まあ、どっちでもいいと思いますね、僕は。まあ、結局、まあ、敵のワンピック見てからっていうのもありますけど、まあ、どっちでも勝つ可能性は十分あると思うんで、まあ、今、ランページの選手たちが自信がある方を選択してほしいですね。ああ、なるほど。ただジャングラーが変わってどうなんだと言っときながら、フェネルバフチェ強かったですよ。強かったですね。初めてプール1のチームが負けましたから、まあ、ここまで3日、そしてまあグループ A、B、C と D というところを見た中で、初のまあプール1に対する勝利をつかんだチームですから、もう実力はもう確実にあると、そして連携面でもある程度クリアしているのは間違いないですからね。この香港アッチューとそしてフェネルバフチェの対決でもですね、まあ、ミッドレインへこのクラッシュとフローズンがまあプレッシャーがすごかったですよすごね。かったですね。セロス選手も実際ミッドレーナーとしてまあプレーしますけど、たくさんその眼光来るというのは経験されたと思いますが、やっぱりこれ精神的にも来ますよね。来ますね。ああいうプレーをされると。でも、見てて感じたのが、トルコでの決勝の試合に比べて、あまりガンクが成功してなかった、成果につながってなかったんですよね。そこはやっぱり、まあ、FB にとってはメンバー変更が響いているのかなっていうのを感じて、やっぱりフローズン選手はもう見ててものすごく上手いんですけど、それはあまりジャングラーがサポートできていないような印象を受けたので、あれほどガンクをしてもまだサポートしきれてないというよりもズレの方が大きいという形ですか？そうですね、逆にあれだけガンクしたにもかかわらず、成果を上げられていないっていうのを、どっちかっていうとマイナスな印象を受けたので、僕は。やっぱりフローズン選手はものすごくうまいんですけど、連携面で言えば、ランページも全然渡り合える可能性は高いと思うので、そこをうまく活かしてほしいですね。なるほど。そして今映ってますけどね、このダラ1戦目、ソラカ
だったじゃないですか、はい、ちょっとファイナルでも見せてないよ、てか LGL リーグ中に見せてないようなピックをしたんですが、それについてはどう見てますか。正直意外でしたね。あ、やはり意外だったと、はい、意外でした、すごい。なので、まあ、今回その、まあ、負けてしまったので、まあ、印象を振り切るためにもタンクサポートに切り替えるっていう可能性も十分考えられるので、そこはちょっと楽しみですね。やっぱり本領発揮できるのはイニシエートできるサポートだと思うんで、うん、僕はそれを見たいですね。あのボットレーンから気づいたらミッドレーンにいてみたいなプレーですよね、やっぱり、はい、そうですね。あとやはり集団戦口火を切るのも毎回ダラ選手ですからね、うん、あともう一点気になったのが、ちょっとタッスル選手がカバーしきれていない、セジャインでカバーしきれていないシーンがちょっと目立ったようにも見えたんですが、あれについてはどう思いましたか。もう正直あれはもうなんていうか構成上仕方がないかなと思いますね。結局オリエナ対シンドラっていうのも、まあ、1回ガンクが刺さってしまった時点でシンドラがずっとスノーボールしてしまうので、そのまあ序盤弱いセジャニをあのミッドがカバーすることができなくなってしまったんですよね。それで結局主導権を相手にずっと持たれ続けてしまったのが敗因だったので、その最初のちょっとしたミスを修正できればその全然渡り合えると思いますね。となるとやはりランページとしては、まあ、どれだけ緊張せずにリラックスして臨めるかが本当に鍵になりそうですね。そうですね。ミスって言ってましたけど、何がミスだったんでしょうね結局。まあ、具体的に言うとレベル1のボットのトレードをちょっと失敗していたかなっていうシーンと、あとミッドのオリアナ対シンドラのマッチアップにおいてレベル3のタイミング、敵のジャングラーがジャーバンだったんですけど、あのタイミングでその真ん中よりあの敵側にあのラムネ選手がレーンを押してしまっていたんですよね、はあ、あれはちょっとミスかなと思いますね。あれはレーンを引くプルウェーブを作っておくべきだったと。そうですね、その1対1のトレードに集中してしまうと結構ミッドのレーン上げてしまうことがあるんですけど、やっぱりそのジャーバンっていう強力なジャングラーが相手にいる場合はあそこを下げないといけないんで、でもラムネ選手も それ自体認識してると思うんですけど、やっぱり緊張から忘れてしまったというか、結構痛いミスでしたねあのシーンは。やっぱりセロス選手 もう国際経験といえばセロス選手はかなり豊富ですけど、初めて行ったあの国際戦というのはやっぱり緊張するもんですか、2度目とかでも。いやーしますね、正直国際戦っていうのはやっぱり独特の雰囲気もありますし、やっぱりなかなか慣れるのは難しいと思いますね。やはり1戦目特別ですか。はい、1戦目特に緊張しますよねやっぱり。まあ、そこでこの1戦目を終えて、まあ、長いちょっと時間が空きましたから、そこでリフレッシュして、という形ですが、まあここでこの時間をうまく使えているかどうかですよね。ちなみにこういった間の相手1日2戦目という時にこれどういったことを考えながらその次の試合までに臨んだりするんですかね。まあ、人によっていろいろあると思うんですけど、僕はもうあんまり何も考えないですね結構まあ本当にこれだけ長い間空くとしたらもう昼寝してもうリフレッシュしたり、あんまりその前の試合のことに関しては考えないようにしますね。もちろんそのまあ修正できるところがあればまあその話し合って修正はするんですけども、まあそれも軽くで、結構その結局土壇場で慌ててもなかなかその難しいんで、全てを修正しきるっていうのはまあ簡単な話し合いをして、まあ、あとはメンタル面を重視して、まあ、リラックスしていこうっていう感じですね僕は。なるほど、まあ、ここまで準備してきたものを信じるというのもありますし、土壇場でやはり大きく変えてしまうとまたリズム崩れてしまうというところですかね。はい、そうですね。はー、じゃあランページはまあそういったことをやってる可能性というのは十分に高いと。はい、まあ、僕としてはもう引きずらないでほしいですね。もうあの負け方っていうのはもうあの見た目ほど本当に負けじゃないんですよ、はい、構成上仕方がないんで、まあ、見た目ほど本当に負けてないんで、それをなんていうか引きずってほしくないんですよね僕としては。まあ、最初のミスのところを修正しようというところにまあ心血を注いで、中盤以降の流れについてはもう構成上仕方がないとやっぱりとこう、まあ、諦めるというか頭から取り除く必要性があるということですね。結構ねその LGL 内でもセロス選手言ってましたもんね、リーグオブレジェンドというゲームは序盤ミスった際にあっ
けなく負けてしまうことがあるゲームなんだと。はい、全然あるんで、もう仕方ないんですよ、そうなってしまったら。その気持ちの切り替えができているかどうかといっても難しいですからね。まあそうですね、やっぱりその現地で試合している選手たちにとってはなかなか難しい課題だと思いますね、今メンタルを切り替えられるかどうかっていうのは。いや、ただ実際にそのリフトライバル、もしくはそういった国際戦経験してきているプレイヤーの話はこう生で聞けるというのはですね、まあ、ためになるというか参考になるというか、どうですかレボルさん。そうですね、やはり、まあ、ここの空いてる時間をどう使うのかとか、あとは1試合目負けた際の、まあ、修正の仕方、もしくはどういった形で選手たちがコミュニケーションを取っているのかというのが具体的に聞こえてくるというのはやはり非常に大きいですよね。でゲーム2に向かう上で、まあ、そのメンタル面がやはり再度重要だというところを確認できたというところでもやはり大きいですよね。じゃあ最後にセロス選手、誰がキープレーになりそうですかね、この試合。やはりフローズン選手に負けないようにラムネ選手がどれだけ頑張れるかっていうのがポイントになりますね。なるほど。さあそのラムネ選手、まあ、セロ選手もずっと注目だと、そして隠れた名プレイヤーなどと言ってましたから、ゲーム2でのミスの修正できているかどうか非常に注目してまいりましょう。さあそれではドラフトがスタートしたので、見ていきたいと思います。セロ選手ありがとうございました。ありがとうございました。さあここからはランページがブルーサイド、そしてフェネルバフテイスポーツ1907がレッドサイドです。日本大事な本日ゲーム2、本日の日本にとってのラスト試合です。さあタリア、ジャーバン、そしてラカン、カリスタ、チョガス、そしてセジュアニをバンしてファーストピック、トリスターナ。ここはザヤもありましたが、ラカンを自分たちでバーンしているということから、ザヤ・ラカンのマッチアップにこだわらないということですね。なるほど。そしてザヤよりも、まあ、日本らしいというべきですかね、トリスターナを取ると。そうですね、ランページとしてはまずはボットレーンはというよりもやはりレイトゲーム志向の形を作っていくというところを再度チャレンジするということのようですね。あー、そしてフェネルバフテ、ちょっと面白いピックです。開始に最初にルルを取ってというか、これ取り上げてですか、グラガス。そうですね、トリスターナルルというところは連の安定性も、そしてアグレッシブレーンに行うこともできるというところでかなり警戒したようですね。一方で今回タッセル選手がセジュニをバーンされている中で何をバーンピックしていくのかですが、序盤からプレッシャーをかけられるレクサイをロックインしましたね。さあレクサイ、今度は序盤からタッスルが動けるピックにランページは変えました。ここでサポートをピックするのか、それともミッド先に何かしら取っておくのかですが、サポートアリスターというところで、さあ来た、ダラのタンクサポートのチャンピオンです。ただしルルとのマッチアップ、アリスターは連戦に苦しいので、まあ、ボットレーンは耐えていく、もしくはガンクのセットアップでゲームをレーンのコントロールをしていく、そういったマッチアップになりますね。そしてフェネルバフシェもコグマウ、ハードキャリーにはハードキャリー、そういったドラフトです。さあここからバンフェーズ2に入ります。レブルさん、残っているのはトップ、そしてミッドです。まあ、この2つのレーンに対してバーン集中していきます。フェネルバフテとしてはトップレーンのエビ選手のターゲットバンを狙うのか、そしてランページとしてはやはりフローズン選手へのターゲットバンになりますよね。おっとカルマ、レーンミッドレーンコントロールされることを嫌ったバーンですね。ラムネはミッドレーンでもカルマ使用したことありますからね。まあ、ここはフローズン選手相手ですし、まずはシンドラ、そして、オレリオンソルというところが候補になってくると思いますね。おっガリオ、なるほど。やはりミッドレーンからロームできるチャンピオンというところ、さらには、まあ、プロテクト AD キャリー、コグマをガリオのアルティメット、さらにはルルのアルティメットというところで守られるのを嫌った、そういったバンになってますね。さあそしてラストバン、じっくり時間を使ってどちらをバンするのか、ミッドかトップか、トップレーントランドルをバンします。エビのターゲットのバンになります。
マオカイをピックしたいということかもしれないですね。このピックサイドリン選手がマオカイを抑えて、そして、まあ、集団戦におけるタンクのカウンターであるトランドルをバーンするというところですね。そしてラストバーンはシェン、プロテクト AD キャリーですか。ただそうですね、やはり空いているマオカイを取っていくと。さあこれでランページ何を取るのか。一応ナーもオープンですが、後期トップレーンでプレッシャーを早い段階から作れるチャンピオンを作れると、ランページとしては序盤からプレッシャーかけられますね。ナーもしくはカミール、ジャックスあたりでしょうかね。おお、なるほど、仕掛けていくようなトップレーナーを取るんじゃないかと。というかもう短期のトップレーナーがあまり残っていないといえば残っていませんからね。まあ、タンク集団戦というところを考えるのであればナーだと思います。スプリットプッシュを考えるのであればこう、そうですね、やはり集団戦を考えてナーですね。さあナー頼むぞ、エビミスってくれ。ロックです。そしてラストピック、ここをシンドラなのかそれともオレリオンソウルなのか。シンドラですね、やはり。やはりと言うべきですか。先ほどオフロードン選手は非常にいいパフォーマンスでしたからね。さあチーム構成で揃いました。メボルさんどう見てますか。ランページとしては先ほどの、まあ、試合と同じようにボットにレイトゲームキャリーを置きつつという形ですが、今回多数選手がセジャニからレクサイに変わったというところで早い段階からプレッシャーをかけられる、つまり序盤からの少数戦でゲームのテンポを握っていくという展開が可能になっています。その点で言えばこのクラッシュ選手とフローズン選手のまたしてもミッドレーンを中心にゲームを作っていくことが考えられますから、そういったフェネルバフチェの戦略に対してある程度準備できているというのは間違いないですね。なるほど。さあちなみにですね、フローズン選手へのインタビューというのが実は中国語放送で、行われていました。その時にですね、質問としてランページ戦どうなるかという、予想についた、質問があったそうです。それに対してですね、フローズンは、僕はいつでも勝てると思って試合に挑んでいる、ランページは僕らと同じワイルド、カード地域のチームなのでしっかり戦っていきたいと答えていたそうです。ちなみにクラッシュについてなんですけれども、合流して2日間しか練習できなかったのでチームプレーにおける問題点を修正することに重点を置いたということで、何をするにしてもですね、とにかく自分たちのプレーに出資、そして相手チームが基本から外れるようなプレーをしたらそこを攻略しようと考えたと、話しているそうです。その2日間を本当にチームプレー、つまりは、まあ、中盤以降のサポートとの動きであったり視界のコントロールというところに時間を割いたのだと思います。まあ、その動き、その練習というところが HK 戦で見事にはまってましたよね。そしてクラッシュとは以前とはまあ知り合いだったという話はレボルさんも話してましたが、彼が自分たちに合わせるんだということで統一しているよという話もしていました。さあそれでは日本代表ランページそしてフェネルバフチェの試合スタートです。さあまずはスタートアイテム、ドラシが3枚並んでいます。まずは守備的にスタートという形になりますね。やはりまあミッドレーンのところはなんといっても、まあ、シンドラ相手ですから、後期としてもラムネ選手としても、まあ、まずは守備的に入っていく、さらには先ほどの瀬戸選手もおっしゃっていた通り、まあ、序盤のレーンフェーズのところでウェーブのコントロールをしっかりとコントロールしていきたいですね。まずは序盤の立ち上がりのところですよね。そうですね、一つ一つのプレーをまずは練習通りに行っていくというところが重要ですね。さあそしてスタートフェネルバフチェ e スポーツ1907、こちらはどうやらブルーバフスタート、そしてタッスルもブルーバフスタートになりそうです。またしてもこうミッドレーン中心にというのがありますよね。これランページとしてはかなりこうモヤ選手とダラ選手ボットに到着するのをこうゆっくりと進めていました。つまりこうウェーブをコントロールするような動き見せませんでした。ですからフェネルバフチェが トップサイドからジャングルスタートするのではという予測をチーム全体で持っていたようですね。
さあただしボットレーンからこの動き見たら、まあボットレーンからだということは分かりますよね。分かりますね。これによって相手のジャングルの動きというところが予測できます。さあそして強気なレーニング、ただマッチアップでは不利なマッチアップです。日本静かな立ち上がり、ここでレッドバフ、まずは一度ミッドレーンプッシュしてウェーブをリセット、その間にトップサイド側にワーディングという形でラムズ選手は先ほどと比べると非常に安定した立ち上がりができてますね。さあクラッシュはラプター、それに対してタッスルはスカトルのコントロール、ジャングルの速度もそこまで変わってはいない様子です。差はついていません。さあ出ました、タッスルらしい、まずはカウンタージャングル、ここまでのところでいうとほぼほぼミラーのようなジャングラーの動きになってますね。そんな中で、まあ、ラプターを勝っている勝っていないというところの差でタス選手の方が先に動けているというところですね。そうですよね、このラプターのわざと残しているというべきですか。そうですね、わざと残してますね。それはなぜ、自陣のジャングルを狩るよりも相手のジャングルを狩る方を優先したという形になります。カウンタージャングルをした方が相手はそのジャングルモンスター分の経験値ゴールドを得られないが、相手は得られるという、あ、自分は得られるというところで、まあ、差が広がる可能性は高くなると、まずは相手のジャングラーと差を広げることを優先した形になりますね。そしてここのボットサイド側のカウンタージャングルしていましたから、このラプターのところに相手のジャングラーが来ていれば、あそこはキルのチャンスが生まれるというところでもう計算した上での動きですね。なるほど。さあそしてお互いに全くミラーの位置ですね、ジャングラーは。そしてレーンではランページらしさになるでしょうか。大きくゆとりもやしがラストヒットの有利を築いています。先にダラ選手が動けていますし、ボットレーンのレーンのコントロールというところではまずコクマウのダブルのレベルが上がる前までのところでイール取り切ってますね。おっとちょっと前に出てくるか。ただこれがコグマウのレベルが上がるとマッチアップの有利といったところは逆転していく傾向にあります。 W のレンジの長さ、さらにはレベル6から手に入るコグマウの、まあ、アルティメットがレーンフェーズにおいて非常に強力なハラス要素になりますからね。生体空撃法ですね。ちょっとラムネスキルショット当たりすぎましたかね。マナはありませんが体力の有利は持っています。メダルバフでミッドレーンへガンク、ただここはうまくノックアップから返してクラッシュがカバーに入ります。タッスルはフラッシュダウンです。ここ本来では狙いとしてはミッドレーナーのフローズン選手のフラッシュを落とさせる、なおかつウェーブをリセットしてリコールタイミングを作りたいというようなガンクの動きでしたね。そしてフラッシュがないのでクラッシュは強気に入っていきます。まだリコールしませんラムネ、テレポートは持ってはいますから、ここ一度リコール入ってもいいですよね。入ってもいいですね。隠れてリコールです。さあ仕掛けるタイミングで逆に反転、そしてスタンからのロケットジャンプ、イグゾースト爆破でもう一度ロケットジャンプ、ゆとり返し、ただダメージが足りなかった。フラッシュとヒールはダウンです。ダナ選手のイグナイトしか押していません。ランページは今のトレードで完全に勝利しましたね。勝ったとそう言えると思いますね。なるほど。ちょっとやはりこうパッデン選手安定しないですね。先ほどの確かに試合でもボットレーン安定してませんでしたからね。ただ集団戦になると強いのがこのパッデンというプレイヤーですから、ここはまあやはり集団戦のフェーズの前にしっかりと有利を作っておく、このサマナスペインのアドバンテージを生かしてボットガンクへのプレッシャーを作り、ボットレーンのウェーブのコントロール、さらには視界のコントロールというところまでランページはつなげなければならないですね。このコグマウのフラッシュがないというアドバンテージは相当大きなアドバンテージですからね。しっかりつなげていきたい。タッスルもそこにカバーに入っていますがフラッシュはないぞ。クラッシュはレベル6、タッスルレベル5、アルティメットのワシのおごりじゃはうまくブリンクで避けました。フローズもミッドからボットに寄ろうというような動き見せていました。ここでタス選手としては一度リコールしないとレッドバフのコントロールというところは行えないですが、リコールはしていません。体力はかなり低い状況ですが、
エビ選手がテレポートを使わずにトップレーンに戻りましたね。挟んでます。スタンは届いていません。ラムネしっかり避けている。まだサルドリン選手は諦めてないですね。さあ第一の捕獲、ラムネ反応はした。ブリンク、ただタワー下捕まってスネアフラッシュアウト遅れた。魔力の本流フラッシュインボディスラム3人がかりでワーストブラッタークラッシュ。テレポートで寄ってきてなーのアルティメット、ここはフラッシュアウトです。サルドリン、ちょっと今の逃げるルートが感染がしている側からも見つけ出せないような非常に難しい、ま、眼界非常に決まりやすいルートというのをペネルバッシュ生み出してましたね。さすがにあれはどうしようもないと。そうですね、非常に難しかったと思いますね。まあ、マオカイの、まあ、やはりアルティメットをの当たり判定をフラッシュで超えることができれば可能性はありましたが、ただそれはトッププロですら、まあ、間違えてしまうほど難しいスキルですからね。さあ挨拶がてらと帰り道にレッドボフがあるということを今確認しましたね。音がなりますから。でここからタス選手はもう基本的にはボットレーンを中心に作っていくということになると思いますね。ミッドでもなく、そうですね、やはりコグマウのフラッシュが落ちているという情報を生かしたいですね。一方でミッドレーンは、まあ、ラムネ選手ブリンクがあるとはいえ、フラッシュがないですからね。やはりレーン押し越していくというのは非常に難しいですね。さあレーンのコントロールが取れない、苦しんでいますラムネ。そして動き出そうとしていますが、いやー怖いですね、ローゼン。怖いですね、しっかりとそこをクラッシュ選手もカバーしてますからね。タッスルもカバーには入っていますが戦えない。リバー周辺ではフェネルバフチェが視界を有利に進めています。完全にボットへランページが勝っているのでこのアドバンテージというのを生かしたいですね。一方フェネルバフチェはそのアドバンテージを潰したいのでミッドからボットにかけてのプレッシャーをずっと続けてますね。ということはランページとしてはボットからミッドにかけてのプレッシャーを生み出してもいいんじゃないかということですか。そうですね、ダラ選手がボットレーンから離れていくという判断も可能だと思いますが、ただ少しずつですが盛り返しているでしょうか。パッテン、またサルドリン、トップレーンからミッドレーンへ。この動きエビが得意としている動きなんですが、なお相手に行われているというのは大きいですね。これちょっとしかもエビ選手はちょっとリスクを下げるアイテム、つまりキルを狙うブラッククリーバーではなくフローズマレットラッシュしていますから、フローズマレットは完成するまでのプレッシャーといったところちょっと薄いですね。薄いと、いやうまくこれは Q は避けました。これエビはもう体力の有利が欲しいからアルティメット使ったというシーンなんですがね。ただ追加ダメージといったところも生まれませんでしたね。おっとバックラインからタッスル、さあレーンを押そうというクラッシュの動きに対してのカウンターです。もうワンウェーブ押せると大きいですが、いやそこで取れると大きかったですね。ただフェネルバフチェはもうウェブリセットするというところ、ボットレーンの状況をどうにかしたいがために動いてましたね。さあボットレーンは苦しいよとフェネルバフチェの動きから見て取れます。さあリコールです。このタイミングでボットレーンのリコール。さあパッテンが買ったアイテム、やはりグインソー狙い、そのようですね。となるとパワースパイクはちょっと遅いです。というのもグインソーは高いですからね。さらには、まあ、できればハリケーンの完成まで行きたいところです。 WE のミスティック選手はグインソーだけで戦ってましたが、基本的にはやはりこうアイテム2つまでコグマウとしては我慢したいですよね。さあそしてリコールタイミング先に作ったことによってインファーナルドレイクに触れています。フェネルバフチェファーストドレイク、インファーナルドレイク獲得です。早いですね、判断が早いですね。さあただこれでこのリコールによってモビリティブーツダラが購入できました。ここからボットからミッドにかけてのプレッシャー作っていきたいところですが、ボットプッシュしてからミッドへという形で画面で選手を助けていくと、常に、まあ、
ヘックスドリンカーも完成しましたから、あミッドレーンのコントロールが先ほどと比べると取りやすくなるかなと思いますね。おっともう動いてますよ。クラッシュの位置を把握して隠しています。体を隠しているのはダラ。仕掛けられる仕掛けられる仕掛けられる、打ち上げてブラストコーンがあるがその方向には飛ばさない。ただフラッシュで対応します。クラッシュそこにボイドラッシュ、いやータワーダメージとスタンを決めているのはローズ。ちょっとフラッシュ打つ前にアルティメットをキャストしてしまいましたかね、タス選手。なるほど、少しの差、いやうまく挟んだんですがフェネルバシでうまく返しました。エビがトップレーンから降りてはいますが、ここに当然サルドリンも降りてくる。少し焦りましたね。リプレイです。ここからの CC チェインですよね。いやクラッシュ使った後からにアルティメットキャストしています。ちょっとタス選手としては、まあ、取れると、キル取れると、もしくはここでキル取らなければならないという判断だったようですが、少し焦りが見えるようなプレーでしたね。さあエビな状態です。アルティメットはまだ温存、ナーはある、打ちません。これはもうサルドニー選手の W を先にどちらが打つかというような読み合いでしたね。先ほど魔王家の W でかわされてしまったので、かわされないようにしっかりと相手のスキルを見てましたね。ただそれをずっとサルドニーも反応しないというのも、我慢したというのも、まあ、さすがというべきでしょうか。ここでラムネ選手ボットレーンに向かっている一方で、タス選手は、まあ、ワードを置いてボットレーンの動きをカバーするという形でしたね。ちょっとコミュニケーションがずれていると、ここまでのところでいうとランページとしてはまずボットレーンアドバンテージ取れていた時間帯というのを活かせませんでした。ミッドレーンのところもちょっとフローズン選手のキルが入ってしまっています。クラッシュ選手もうまく動けてますからね。となるとこのトップレーンのところでウェーブをコントロールできているエビ選手というところが重要になってきますね。さあそのエビ体力はかなり低い状況ですが、アルティメット、ただここでメガナー終了です。お互いまだリコールはしていません。テレポートとそしてサモナースペルのフラッシュ上がっています。いや強気にレーニングしていますエビ。そしてフローズン選手とクラス選手が動きしてしまいましたね。ボットレインや、ただ一回やめます。ランページはリコール、これをエトリマイス、そしてダラはリコールに入っている。このままトップサイドでタワシージ狙ってもいいですね。ああ、合流して合流して狙ってもいいと思います。だいぶのセットアップも十分可能だと思います。そして向かっています。ラムネタッスル、ワードはありません。サルドリン、エビはずっとレーンのコントロール取れている。ダイブの判断もできます。さあダイブした、ダイブです。3人でのダイブ、学生校1キル獲得です。最後のキルはエビ。しかしクラッシュ選手カバー入っているので トップのファーストタワー殴ることはできませんが、これトップレーンのアドバンテージといったところは確実に取れましたね。エビにキルが入ったというのは大きいですよね。これでもう完全にフローズンマレットの完成は確定的です。となるとトップレーンのウェーブのコントロールという点では、まあ、完全にエビ選手が上回るという形になりますね。さあフローズンマレット完成、そしてここからブラックリーバーへ行くようです。ファージ購入、ミッドレーンのラムネ選手、ミッドレーンからラムネ選手は離れていましたから、そこのカバーをダラ選手が行い、そしてカバーしている間は萌え選手はボットレーン顔を出さないようにしているというところで、まあ、リスクのカバーといったところもできています。非常に、まあ、ここまでのところでいうとスムーズな連携できてますね。さあそして通常のレーンに割り当てを戻します。そしてここからもう一度、いやただ動きましたねフェネルバフチェ。グインスを完成でトップレーン行きますよ。そうですね、やはりトップレーンのマッチアップ、装備的にも非常に苦しいマッチアップになっていますから、そこをかわすための動きですね。いやボットレーンに行きましたよ。それはあまり良くないと思いますね。というのもエビ選手からすると助かったような動きですね。そしてランページも気づいています。ボットレーンにいないぞということは気づいていますが、ですからここもエビ選手トップレーンから引いてますよね。
タワーを嫌ったというべきですか。そのようですね。そしてその間にヘラルドのコントロール、ランページを取っていくと。ここで序盤にその有利を取ったゆとり返しのレーニング、そしてダラのレーニングというのが、まあスワップをやめさせた、そう言えるべきですかね。さらにはエビ選手がトップレーンにサルドニー選手を貼り付けにしたことによって、ラムネ選手に対してサルドニー選手がプレッシャーかけることができていません。つまりラムネ選手はレーニング楽になってますね。さあ少しずつですが、序盤の有利というのが他のレーンに影響を出しています。ただそれでもクラッシュはボットレーンへ。おっと、ここでランページが動かしますよ。んーと、この割り当て続けてもよかったんじゃないかとちょっと思いますが、ただトップサイドにずっとレク、タス選手がポジションを取っているので、このフォーマンのダイブに対して無力なんですよね。タワーを守ることもできないということで、まずはそれであればトップのファーストタワー、そしてセカンドタワーまで一気に取っていこうということかもしれませんが、おっと、その動きを見てマイス選手やめましたね。やめましたね。さあこれでファーストタワー獲得はランページ、そしてフェデル・バフチェがその後にタワーを折り返しています。フローズン選手がボットサイドに寄っているという情報を把握できているかどうかですね。ダイブもあるが取れますし、離脱非常に早い。ダラがアルティメット中ですが狙われてダウン。そしてフローズンがここに来る。フラッシュアウト、魔力の本領を打ちました。フラッシュに追撃できているが、ヒール使用している、使用していましたが、ダメージは足りていました。フローズン完璧です。テレポートはお互いに使用して、いやー、そしてこれエビは寄れていません。サルドリンは寄っている。なんとインヒビタータワーへのアクション、メダルバして。ただしミッドのファーストタワーを多数選手が破壊することが可能だと思います。ヘラルドのバフをミッドレーンに使いましたからね。これで折れないと相当苦しくなりますが、そうですね、やはり、取れますね。はい、ただインヒビタータワーですよ。この点かなり苦しくなりますが、ただそのインヒビタータワーに対してフェネルバフチェがアプローチできるかというとちょっとまだわからない部分はありますが、さあタッスルは仕掛けている。そこにエビ、さあ大地の捕獲、倒せると判断しているようです。ランページフラッシュインからの追撃ノックアップ、そこにメガナフラッシュインからのさらにダラの打ち上げまで入りました。ただ CC チェインがちょっとかぶってしまったようです。それに対してパッテンの反転です。1-1のトレードになりました。互いにトップレーナーがダウンしています。ミッドのファーストタワーを守るのがラムネ選手の役割ですが、ダイブのセットアップもあるというところもあって、マナもないですから諦めましたね。リコールしていますね。テレポートはありますが渡しました。さあこれでフェネルバフしてタワーを4本目です。そしてそのままドラゴンのコントロールへと進んでいきますね。一人で取りますか。パッテン取れそうですね。さあレボルさん、まずはランページ序盤の20分までの立ち上がり、まあ、ここまでで20分の時点で2000ゴールド差というのは、まあ、ランページ国内でもこういった試合多かったですから、まあ、ここまではまずは思惑通り大きな差は離れてないですからね。そしてここからの、まあ、やはりランページ何といっても特徴は集団戦の強さにありますから、自分たちの狙い通りの集団戦の形を作れるかどうかですね。どういったのがこう狙いの集団戦の形になるんでしょう。この場合だってやはりゆとり前選手がダメージを出し続けるような集団戦の形を取れるかどうか、さらにはやはりエビ選手が今回ナーですから、サルドリン選手を集団戦に参加させないように体力を削りつつ、そのタイミングで集団戦始められるかどうかという点も大きいですね。さあエビ VS サルドリン、このマッチアップをランページは続けなくてはいけませんが、エビは今トップサイド、そしてサルドリンはボットサイドです。ラムネ選手がテレポートをまだクーナー上がっているのでボットサイドのカバー入ってますね。おっと仕掛けた、ただちょっとこれエビと合ってなかったかだら、ピックアップを狙うような動きでしたよね。そうですね。そして反転、スタンからフローズンが寄っている。そしてダラの WQ、 さあミッドレーンからラムネの寄った集団戦だ。さあ集団戦、得意な集団戦、エビはメガナは終わっていますが、それでも1キル獲得。ランページ、サルドリンはまだテレポートがクールダウン中です。ダブルテレポートを生かした見事なプレーですね。これもランページとしてはバロンラッシュ、そうですね、確かに
伝わってもいいが、それはフェイク。ダラの、やはりこのダラがエンゲージをすれば乗ってくるのはランページ。さあバロンに触りました。サルトリン選手のマオカのアルティメット、パッテン選手のコグマが怖いですが、ここをコントロールできるか非常に大きな分かれ目ですね。さあパッテン、ダラがまた隠れているぞ。どうする。さあサルドリンの第一の暴く、それを見ての反転。ただ読んでいるのはこれはフェネルバフチェ。いやパッテンのダメージがとんでもないが、ダラが届いた、ダラが届いた、その CC に合わせられるか。いや一気にパッテンがトリプルキルだ。パッテン完全にリー、パッテン完全にリー、クアドラキルはパッテン。うーん、ランページこのパッテンを抑えることはできない。そしてブリンクアウトはサルドリンが読んでいる。オッキクナールのスローエリア中、ペンタを渡すつもりだ。ペンタキルはパッテン。フェネルバフチがエース獲得、そしてバロンに触ります。魔王界のアルティメット、サルドリン選手のアルティメットによって3人捕まってしまった。そこに対してすぐさまハリケーンの AOE ダメージ、そしてグインソーのフルスタックのコグマウの W のダメージというのが一瞬にして入ってしまいましたね。ここで2人ですか。トリスターナのダメージが追いつけませんでしたね。もうその時点ですでにバッデン選手のコグマウフルダメージ出る状況を整えていましたから。さあこれでさらに育ちました。そしてバロンも回収成功しています。メネルバフチェ、これで大きく差が広がりました。ランページ苦しい状況です。なんとパッテンサードアイテムにフローズンマレットを選択です。カイトもチェイスも強いアイテムですね。 AD こそほとんど伸びませんが、まあ、グインソー、そしてグインソーのパッシブによってもう常に十分ダメージは出せる。さらにはランページ全体的に硬いチャンピオンがいないというところですね。いやーソロキルだ。これがフローズン、エビやってしまった。これはちょっと大きな痛手ですね。ミッドのインヒビタータワーを守りきれるかどうか。そうですね、もうタワーダイブのような形で降りに行きます。メドルバフして、ミッドのインヒビターは獲得です。これでフェネルバフテ、いやーボットのインヒビタータワーもないんですよ。トップのセカンドタワーを狙いますね。確実にゴールドリードを広げていきたいということでしょうか。このままボットのインヒビターに来られた方がランページとしてはちょっと苦しかったような感じもしますから、まずはこのタイミングを生かして、そしてボットガンク成功させて時間伸ばしたいですね。さあサルドリンアクション、ただやはり硬い。少し時間が必要な状況になったと。そうですね、これはイトルマイ選手のコアイテム3つ4つというところが欲しくなってきますね。さあ3つ目4つ目、まだコアは2つ、それに対してのパッテンペンタキルでゴールドを稼いでコアは3つ、7キルノーデッド0アシスト。ゆとりもやしにはキルが入っていないというのが大きな展開か。さあそのパッテンを狙いに行くのはダラ、エンゲージをした。ただ大きくなれ、そして下がって下がってダメージをずっと与えるフローズンマレットが非常に効いている。そこからのおごりだ。陣形を乱されたのはランページサイド、ラムネ、ゆとりもやしともにダメージが出せない。トリプルキルはパッテン、そしてインヒビター獲得はフェネルバフして1907です。ランページとしてはまあ、勝負を分けたのはあのバロンの判断ですね。そこからパッデン選手が一気にスノーボールしてもう止められなくなってしまいましたね。殴り合いすることができません。泉の中ゆとりもやし、その泉にいるプレイヤーすらも倒してしまおうというような勢いです。さあこれで勝利したのはフェネルバフチェ、1907となりました。途中まで20分の段階まではランページ狙い通りゲーム進めることができていたと思います。ミッドレーンのところに対してプレッシャーをかけられてしまいましたが、しっかりとまあそこを
ック崩れることなくトップサイドの有利を生かしながらゲーム展開していって、そしてダブルテレポーターのアドバンテージを生かしてバロン周辺のところでここからゲームを逆転できるぞというところまで追い込んだんですが、そこのバロンでの判断ですよね。まああれですよね、緊張しすぎてもダメだし、かといってそれに解き離れてもダメだと、あそこのところで、まあ、どういった判断が正解だったのか、一旦引くべきだったのか、それともバロンを続けるべきだったのか、一方で魔王界のアルティメットをしっかりと避けきるという、まあ、プレイングでのミスだったのかというところはもちろん修正しなければなりませんが、ただ、まあ、しっかりと、まあ、ランページが戦いたい形というのはしっかりと作れていたというところがありますから、まあ、細かな点を修正しつつ、まあ、明日に向かっていくというところが必要になってきますね。さあ序盤からの、まあ、立ち上がりでどうなんだという点もありましたが、序盤かなりうまくやれたのは事実としてありますからね。ミッドレーンに対してかなりプレッシャーかけてきましたが、フェネルバッシュもそこを修正してきていましたよね。サルドリン選手がミッドレーンのガンクに対して介入するという動きで、まあ、HK 戦とはまた違う姿を見せてきましたが、徐々に徐々にこう連携面も仕上がっている中で、そのプレッシャーに対して、しっかりと、まあ、受け切ることができた、さらには再度逆転できる、まあ、そういった力強さも見せてくれましたからね。さあただし結果としては日本代表ランページまずはデイ1、まあデイ3なんですけども、日本代表にとってみればデイ1ということで、まあ、2連敗と苦しいまずはスタートとなりました。ここは非常に難しいスタートになりましたね。ただチームワンイースポーツが初戦初日2敗から2戦目あ2日目2戦とも勝利し、そしてタイブレイクまで持ち込んで、そしてそこ勝利して、グループ抜けするという形も作りましたから、まあ、ランページもそれを忘れずにしっかりと明日希望を持って戦っていくと。ただちょっと意外だったのが、はい、フェネルバクチェが初日2勝 HKA に対して勝っていったというところで、まあ、グループの流れといったところ、存在感といったところがちょっとHKA からフェネルバクチェにちょっと移ったような、そういった1日でもありましたよね。あレボルさん的には HKA が2勝するんじゃないかと、そう思っていました。ランページはちょっと HKA に対して苦戦するのかなと、ただ最低でもフェネルバクチェに対しては HKA 勝つだろうと思っていたんですが、ちょっとこうさらにはやはりそもそもフェネルバクチェ自体に、まあ、メンバーチェンジがあって、そしてパッテン選手とジャポネ選手がちょっと、まあ、ミスが多発するようなプレイヤーだったので、国際大会でもどうしてもそうなるだろうなと思ったんですが、非常に手堅くというよりも乗ってますよね。そうですね、パッデンの小熊がもうどうしようも最後の方なかったですから、本当に細かなミスなくしっかりとゲーム戦えているというのがかなり意外でしたね。序盤のレーニングこそ、まあ、そこくらいですか、逆に。あとはちょっと乗ってしまって、突っ込んだりとかっていうのもありましたけれども、この試合ではちょっと、まあ、本当に序盤のレーニングだけ、それ以外では大きなミスなくしっかりと、まあ、丁寧にゲーム進めることができましたね。さあそしてこの後なんですが、現地からの情報がどうやら、届きました。エビ選手のインタビューがあると、現在こちらに情報が入っております。どうやら映像の方が来るんでしょうかね。まだちょっとタイミングの方が、分かりませんが、どうやら来るという情報が入ってますので、それでは見ていきたいと思います。お疲れ様です。初日を置いてみてどうでしたか。まあ緊張とかはそんなにないんですけど、まあちょっと まあなんか悔しいなって感じですね。試合はどうでしたか。まあ、1試合目はちょっと僕たちでもひどかったと思うんですけど、まあ、2試合目は結構うまくいけたんですけど、ちょっと1個のミスで、なんだろう、負けまでいっちゃったので、まあ、結構悔しいですね、本当にそこが。では明日もありますが、明日の試合に向けての意気込みをお願いします。まあ、今日負けちゃったのはもう本当にどうしようもないんで、まあ、明日勝てるように頑張ります。以上エビ選手でした。ありがとうございました。さあというかわけで現地からのエビ選手へのインタビューの様子映像でしたけれども、か
かなり悔しがってる。そしてたった一つのミスだったんだと。あのバロンのシーンですよね。本当にあそこをミスなくプレーできていればそのままスノーボールしていたのはランページサイドだったのは確定的でしたから、まあ、だからこそ悔しさがにじみますし、やっぱりどうしてもこうインタビューのテンションとしても低くなってしまうというところですよね。まあ、そしてあと1試合目に関してはもう開き直っているメンタル面では特に問題なさそうには見えています。そして今日の結果悔しそうではありますが気持ちを切り替えてというコメントもありましたから、やはり1試合目よりも2試合目の方が悔しさとしては大きいでしょうが、それでもここでまあ一晩経ったことによってまあメンタルリセットして再度高いモチベーションで明日は臨んでほしいですね。はい、さあ明日も日本代表のランページは2戦、あります。そしてそこで2勝すればまだ可能性十分高いわけですからね、そこも期待して見ていきたいと思います。さあそれでは本日ワールズ2017プレインステージデイ3、ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また明日、同じ時間デイ4でお会いいたしましょう。さよなら、さよなら。Legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming?